もやりながら、やりがいも持ってやりながら、まあ、ここまでやってきました。すみません。それで、まあ、社長たちが、まあ、心の感謝の気持ちを、ここに入れて、まあ、専務にも、プレゼントをしたいと思います。私がちょっと読んであげます。何書いてんの今。あなたの信念と情熱がこの地にていて15年が経ちました。変わらぬ愛情と友情に感謝を表します。韓国の友人一同。って言い訳しますんで。3年4ヶ月ぶりに韓国に来れました。あのコロナ禍でですね、なかなか食事会もできず、日本では、自宅で食べるためにいろんなあのマーケットでも、メニューが開発されました。この間あのサムゲタンっていうのを買って食べたんですけど全然美味しくなかったです。それで早くあの韓国に来る決意をしました。それは冗談ですけど、あの、まあ、あのコロナ禍ですね、あの本当に、鉱材も上がり厳しい時代に なってですね、今治造船も操業を落として皆さんに大変迷惑をおかけしました。まああの、創業以来の赤字も経験し苦労もしましたけども、もうあのなんとか、ちゃんと業績も回復する見込みが立ちました。まあ、あのこれからですね、どんどん創業を回復したいと思ってますけれども、やはり、現場も設計も人材の問題が大きくのしかかっております。またあの環境対策船とかですね、非常にあの難しい船も多くなってですね、同じ売り上げをするにもですね、随分あの、そういった人材の問題、また技術の問題、あの多くの問題を抱えております。まあ、しかしあの初心に若い頃に帰ってですね、頑張ろうと思って韓国に来たらですね、皆さん3年も経ってるのに全く年を取ってなくて安心しました。あのもう還暦になるキムさん本当に若いです。感謝みたい。みんなでキムさんを見習って、あの若々しくこれからますます仕事にですね情熱を傾けて、あの結果を勝ち取りに行きましょう。またあの価格等でもですね、あの長年皆さんにご迷惑をおかけしましたけども、まあそのあたりもですね、あのいろいろと、考えながら改善しながら頑張っていきたいと思いますので、まあ、これからあのどんどんあの創業を伸ばして一緒に頑張っていきましょう。それではお互い野球を応援しながら皆さんダルビッシュは好きですか？大好きです。彼も随分年を取ってるので、あの皆さん思うことの人ではないと思います。決勝でお会いしましょう。決勝でお会いしましょう。頑張れ頑張れ。
マジで頑張れ、ハブコミ。